ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスの藤本です。本面学科試験用の長時間学習動画2023年更新版です。解説で関連する項目も合わせて理解されると効果的に学習が進みます。最後までご視聴くださいね。それでは始めます。問題1。黄色の灯火が点滅している信号に対面する車は、停止位置で必ず一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。黄色の灯火が点滅している信号に対面する車は、停止位置で必ず一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。答えは、誤りです。黄色の灯火が点滅している信号に対面する歩行者や車や路面電車は、法令では一時停止や徐行の義務はなく、他の交通に注意して進むことができると記されています。もちろん交通状況によっては、運転者の判断で速度を落としたり、徐行や一時停止をすることはあります。停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進まなければならない信号は、赤色の灯火が点滅している信号です。問題2。同乗者が降車するときに、安全確認をしないでドアを開けたため、通行人に怪我をさせた場合の責任は、その同乗者にあるため、運転者に責任は全くない。同乗者が降車するときに、安全確認をしないでドアを開けたため、通行人に怪我をさせた場合の責任は、その同乗者にあるため、運転者に責任は全くない。答えは、誤りです。運転者は、同乗者がドアを開けるときや、車から降りるときには後方などの安全を確かめなければなりません。また、ドアロックなどして、同乗者が不用意にドアを開けて、他の交通に危険を与えないように注意しなければなりませんので、運転者には同乗者の安全確保や、他の交通に危険を与えないようにする責任があります。問題3。前の車が普通自動二輪車を追い越そうとしているときに、法定速度を超えないようにその前の車を追い越した。前の車が普通自動二輪車を追い越そうとしているときに、法定速度を超えないようにその前の車を追い越した。答えは、誤りです。普通自動二輪車は自動車なので、たとえ法定速度を超えなくても、また追い越し禁止場所でなくても、前の車が自動車を追い越そうとしているときは、二重追い越しになるので追い越しを始めてはいけません。二重追い越しは、前の車によって視野が妨げられたり、追い越しに必要な距離が長くなることなどから、より大きな危険を伴うためです。この問題の重要なポイントである、二重追い越しが禁止される場合は、前の車が自動車を追い越そうとしている時です。前の車には、自動車、原動機付き自転車、軽車両が含まれていますが、前の車が追い越そうとしている自動車は、自動車に限定されています。したがって、前の車が原動機付き自転車や軽車両を追い越そうとしているときは、禁止の対象ではないので、追い越しを始めることができます。問題4。車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2倍になれば衝撃力も2倍に、速度が2分の1になれば衝撃力も2分の1になる。車が衝突した時の衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2倍になれば衝撃力も2倍に、速度が2分の1になれば衝撃力も2分の1になる。答えは、誤りです。車が衝突した時の衝撃力は速度と重量に応じて大きくなりますが、衝突した時の衝撃力に及ぼす速度の影響は、速度が2倍になれば2倍に、速度が2分の1になれば2分の1程度ではありません。車が衝突した時の運動エネルギーは、車の速度の2乗に比例して大きくなると言われ、速度が2倍になると4倍に、速度が3倍になると9倍になります。そのため車が衝突した時の衝撃力も、速度に大きく影響を受けることになり、車の速度が速ければ速いほど大きくなったり、速度を落とせば落とすほど小さくなります。また、衝撃力は車の重量が重ければ重いほど大きくなったり、硬いものに瞬間的にぶつかった時も大きくなります。問題5。左右の見通しの効かない交差点を通行するとき、信号機が青色の灯火の信号であったので、徐行しないで通行した。左右の見通しの効かない交差点を通行するとき、信号機が青色の灯火の信号であったので、徐行しないで通行した。答えは、正しいです。
左右の見通しの効かない交差点を通行するときは、徐行しなければならない場所として定められていますが、信号機の信号などにより交通整理の行われている交差点を通行するときは除かれているので、青色の灯火の信号などに従って通行するときは、徐行しないで通行することができます。また優先道路を通行しているときも同様に、左右の見通しの効かない交差点は、徐行しなければならない場所から除かれています。これは青色の灯火の信号などに従って通行しているときや優先道路を通行しているときは交差道路を通行する車に停止や徐行などをして通行を妨げてはならない義務があるためです。問題6、自家用の普通乗用自動車の日常点検は1日に1回運行する前に行わなければならない。自家用の普通乗用自動車の日常点検は1日に1回運行する前に行わなければならない。答えは誤りです。日常点検は自動車の使用者や自動車を運転しようとする人が日頃自動車を使用していく中で自分自身の責任において行う点検で、自家用の普通乗用自動車、荷台や特殊な設備を持たないセダン型、ワンボックス型などのいわゆるマイカーや大型自動二輪車、普通自動二輪車などは走行距離や運転時の状況などから判断した適切な時期に行うことが定められています。そのためこれらの自動車の日常点検は1日に1回運転する前に行う義務はありません。なお、バスやタクシーなどの事業用の自動車やレンタカー、自家用のバスやトラックなどは多くの人や物を乗せたり公共性の高さや社会的影響の大きさからより確実な点検を求められるため、1日に1回運転する前の日常点検の実施が定められています。問題7、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では自動車や原動機付き自転車を追い越してはならないが、追い抜くことは禁止されていない。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では自動車や原動機付き自転車を追い越してはならないが、追い抜くことは禁止されていない。答えは誤りです。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、軽車両を除く他の車の追い越し禁止だけではなく、追い抜きも禁止されています。この場合の重要なポイントの一つは、軽車両を除く車を追い越したり追い抜いたりしてはいけないことです。つまり、自動車と原動機付き自転車を追い越したり追い抜いたりしてはいけませんが、軽車両を追い越したり追い抜いたりすることはできます。2つ目の重要なポイントは、交通整理の行われていない横断歩道など、つまり信号機の信号や警察官などによる手信号が行われていない横断歩道などでは追い越しも追い抜きも禁止されていますが、交通整理の行われている横断歩道などで信号機の信号などにより歩行者などが横断できないときは追い越しは禁止されているが、追い抜きについては禁止されていないので、追い抜きだけはすることができます。追い越しは信号機の信号などによる交通整理が行われていてもいなくても追い越しの行為そのものが危険なので禁止ですが、追い抜きについては横断歩道などを横断しようとする歩行者などの危険防止を目的としたものなので、信号機などにより歩行者などの横断ができないときは歩行者などの横断がないので追い抜きをすることができます。問題8、車は歩行者用道路を通行することはできないが、警察署長の許可を受けた場合や緊急自動車、郵便車、清掃車などは通行することができる。車は歩行者用道路を通行することはできないが、警察署長の許可を受けた場合や緊急自動車、郵便車、清掃車などは通行することができる。答えは正しいです。車は歩行者用道路など道路標識などで通行が禁止されている道路を通行してはいけません。しかし、通行が禁止されている道路を通行しなければならないやむを得ない事情がある場合、例えば、通行が禁止されている道路を通行しなければ、車庫の出入りができない場合や身体障害者の送迎ができない場合、その他貨物の集配などの理由により、やむを得ない事情として警察署長の許可を受けた場合は通行することができます。また、緊急自動車、郵便車、清掃用の車などは、通行禁止の対象から除かれています。なお、歩行者用道路をこのような特に通行を認められた車で通行するときは、歩行者に注意して徐行で通行しなければなりません。問題9、雨天時のアスファルト道路や積雪のある道路ではタイヤと路面の摩擦抵抗が小さくなって路面が滑りやすくなるので制動距離が長くなる。
雨天時のアスファルト道路や積雪のある道路ではタイヤと路面の摩擦抵抗が小さくなって路面が滑りやすくなるので制動距離が長くなる。答えは正しいです。車を停止させようとする場合、ブレーキ装置やタイヤと路面の摩擦抵抗を利用しますが、この摩擦抵抗はタイヤと路面やブレーキ装置の状態、ブレーキのかけ方によってその限界は一定ではなく、特に濡れたアスファルト路面や積雪路面はタイヤと路面の摩擦抵抗が小さくなりタイヤが滑りやすいので、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る制動距離が長くなります。なお、制動距離が長くなる要因はタイヤと路面などの状態やブレーキのかけ方のほか、重い荷物を積んでいる場合や乗車人数が多い場合も制動距離が長くなります。問題10。車は歩行者などのそばを通るときは歩行者との間に安全な間隔を空けて同時に徐行もしなければならない。車は歩行者などのそばを通るときは歩行者との間に安全な間隔を空けて同時に徐行もしなければならない。答えは誤りです。法令では車は歩行者のそばを通るときは歩行者との間に安全な間隔を空けて通行しなければならない、また道路が狭かったり障害物がある場合など歩行者との間に安全な間隔を空けることができないときには徐行して通行しなければならないことが定められています。つまり歩行者との間に安全な間隔を空けることができるときは徐行しないで通行することができます。なお、この場合の安全な間隔とは車の速度にもよりますが、確率的に何メートルということではありません。歩行者が急に道路を横断しようとするような行動に不測の変化があっても歩行者に危険が及ばない間隔を言います。そしてこのような間隔を空けることができないときにすぐに停止できるような速度で通行しなければなりません。License Service YouTube。 問題11。優先道路を通行している場合でも交通整理の行われていない左右の見通しが効かない交差点を通行するときは徐行しなければならない。優先道路を通行している場合でも交通整理の行われていない左右の見通しが効かない交差点を通行するときは徐行しなければならない。答えは誤りです。交通整理の行われていない左右の見通しの効かない交差点を通行するときでも優先道路を通行している場合は徐行しないで交差点を通行することができます。見通しの悪い交差点は交差道路から進入してくる交通の危険があるため徐行場所として定められていますが、優先道路を通行している場合は交差道路を通行している車に徐行して優先車の通行を妨げてはならない義務があるので、お互いに交通法規に従った適切な運転を信頼して徐行しないで通行することができます。ただし注意して通行しなければならないことは言うまでもありません。なお、優先道路とは優先道路の標識がある道路や交差点の中まで中央線や車両通行帯がある道路を言います。そのため優先道路の標識や交差点の中まで中央線や車両通行帯がなく、単に道幅が広いだけでは優先道路ではないので、たとえ道幅が広い道路を通行している場合であっても見通しが効かない交差点を通行している場合は徐行しなければならないことになります。また信号機の信号や警察官などによる手信号により交通整理が行われている場合はその信号に従って通行しなければならないので、見通しの効かない交差点でも徐行場所から除かれています。問題12。高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、三輪と牽引を除く普通乗用自動車は時速 100km、 普通貨物自動車は時速 80km である。高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、三輪と牽引を除く普通乗用自動車は時速 100km、 普通貨物自動車は時速 80km である。答えは誤りです。高速自動車国道の本線車道における普通自動車の法定最高速度は、三輪車と牽引車のものを除いて乗用自動車も貨物自動車も時速 100km です。普通自動車の法定最高速度は乗用自動車と貨物自動車の区別はなく時速 100km です。ただし三輪車と牽引車は時速 80km です。なお、乗用自動車と貨物自動車で最高速度の区別のある自動車の種類は大型自動車と中型自動車です。問題13。踏切とその前後 30m 以内の場所では
自動車や原動機付き自転車を追い越すことが禁止されている。踏切とその前後30メートル以内の場所では自動車や原動機付き自転車を追い越すことが禁止されている。答えは誤りです。踏切付近で追い越しを禁止する場所は踏切とその手前から30メートル以内の場所です。踏切付近での追い越しの危険は踏切とその手前の場所に危険があるので踏切の前後ではなくその手前が追い越しを禁止する場所になります。このように追い越しを禁止する場所や駐停車禁止の場所の範囲をその手前からやその前後などに入れ替わっているような問題文も少なくないので文章をよく読んでうっかり間違えないようにしましょう。問題14。停留所に路面電車が停車していたがその停留所の安全地帯に乗客がいなかったのでそのままの速度で通過した。停留所に路面電車が停車していたがその停留所の安全地帯に乗客がいなかったのでそのままの速度で通過した。答えは誤りです。安全地帯のある停留所に路面電車が停車しているときは路面電車に乗り降りする人がいてもいなくても徐行して進むことができます。路面電車に乗車しようとして歩道から急に道路を横断したり路面電車から降車して道路を渡り始める恐れがあるのでそのままの速度で通過しようとすると危険です。なお路面電車が止まっていない安全地帯のそばを通るときと間違わないようにしましょう。路面電車が止まっていない安全地帯のそばを通るときは歩行者がいるときは徐行しなければなりませんが歩行者がいないときは徐行する必要はありません。問題15。夜間、市街地を通行するときは、交通量の多い少ないにかかわらず、歩行者などを少しでも早く発見できるように、前照灯を常に上向きにして運転すると良い。夜間、市街地を通行するときは、交通量の多い少ないにかかわらず、歩行者などを少しでも早く発見できるように、前照灯を常に上向きにして運転すると良い。答えは、誤りです。車は夜間などに運転するときは前照灯などをつけなければなりません。この場合、交通量の多い市街地を運転しているときや濃霧がかかっている場所などを除いて少しでも早く危険を発見できるように前照灯を上向きにして運転します。しかし対向車と行き違うときや他の車の直後を通行しているときは前照灯に照らされた他の車の運転者が眩しくならないように前照灯を減光するか下向きに切り替えなければなりません。また交通量の多い市街地の道路などでは対向車などの運転者に眩しくて通行を妨げないように前照灯を下向きに切り替えて運転します。問題16。高速自動車国道の本線車道における最高速度は三輪と牽引を除き大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車はすべて同じである。高速自動車国道の本線車道における最高速度は三輪と牽引を除き大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車はすべて同じである。答えは正しいです。高速自動車国道の本線車道での大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車の法定最高速度は三輪と牽引を除いてすべて同じ時速 100km です。その他最高速度が時速 100km の自動車の種類は特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車です。なお本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間や自動車専用道路の法定速度は一般道路と同じです。問題17。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は停車することはできるが駐車することはできない。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は停車することはできるが駐車することはできない。答えは正しいです。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は駐車禁止の場所なので停車することはできるが駐車することはできません。このことはたとえ自宅駐車場の出入り口から3メートル以内の場所でも同じです。ただし駐車禁止の場所であっても警察署長の許可を受けたときは駐車することができます。
なお、その他の駐車禁止の場所は、駐車禁止の標識や表示のある場所、火災報知器から1メートル以内の場所、道路工事の区域の端から5メートル以内の場所、消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所、消火栓、指定消防水路の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所があります。問題18。1本の実線の路側帯に駐停車する場合、その幅が 0.75 メートルを超えるときは路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため 0.75 メートル以上の余地を空けておかなければならない。1本の実線の路側帯に駐停車する場合、その幅が 0.75 メートルを超えるときは路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため 0.75 メートル以上の余地を空けておかなければならない。答えは正しいです。1本の実線の路側帯のある道路に駐停車する場合、その幅が 0.75 メートルを超えるときは路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため 0.75 メートル以上の余地を空けて駐車や停車をします。駐停車の方法は歩道や路側帯がある場合とない場合ではその方法が違ってくるので分かりづらいですね。駐車や停車の方法は次の通りですので覚えておきましょう。歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って駐車や停車をします。歩道のある道路では、車道の左端に沿って駐車や停車をします。1本の実線の路側帯のある道路では、その幅が 0.75 メートル以下の場合は、車道の左端に沿って駐車や停車をします。また、その路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は、路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため 0.75 メートル以上の余地を空けて駐車や停車をします。なおこの場合、路側帯の中に車が全部入った時でも、その左側に 0.75 メートルを超える余地があるときは、路側帯の道路標示に沿って駐車や停車をします。ただし、路側帯の幅が広い場合でも、実線と破線の路側帯である駐停車禁止路側帯や、2本の実線の路側帯である歩行者用路側帯のあるところでは、路側帯の中に入って駐車や停車をしてはいけません。車道の左端に沿って駐車や停車をします。そして、高速道路の場合は、歩行者の通行が禁止されているので、路側帯の中に入って、道路の左端に沿って駐車や停車をします。問題19。普通乗用自動車で乾燥した路面の高速道路を時速 80km で走行している場合、その停止距離は約 44m である。普通乗用自動車で乾燥した路面の高速道路を時速 80km で走行している場合、その停止距離は約 44m である。答えは誤りです。普通乗用自動車で乾燥した道路を時速 80km で走行している場合、急ブレーキをかけた時の停止距離は約 76m です。速度と停止距離による出題は警察庁通達による資料をもとにして出題されていますので、次のグラフを覚えておきましょう。これは普通乗用自動車を運転中、乾燥した舗装道路で急ブレーキをかけた場合の一例として、走行している速度によって空走距離、制動距離、停止距離の違いを表したグラフです。これによれば、一般道路を走行している時の速度では、速度の数字から15を引いた数字をメートルに読み替えた距離が概ねの停止距離ですが、高速道路を走行している時の停止距離は速度の数字と同じか長くなる傾向があることを覚えておきましょう。また運転中の安全な車間距離の目安は、このグラフの停止距離を参考に長めに取ることが大切ですね。問題20。普通自動車に荷物を積むときは、荷物の幅は自動車の幅の 1.2 倍まで積むことができるが、左右いずれかで自動車の幅の10分の1の幅を超えて積むことはできない。普通自動車に荷物を積むときは、荷物の幅は自動車の幅の 1.2 倍まで積むことができるが、左右いずれかで自動車の幅の10分の1の幅を超えて積むことはできない。答えは正しいです。この問題の元になる法令は、2022年5月に改正されて、二輪車を除く自動車に荷物を積む時の荷物の長さと幅の制限とその積載方法が変わりました。荷物の長さの制限についても、自動車の長さの 1.2 倍までの荷物を積むことができるようになりましたが、その積み方は自動車の車体の前後いずれかで、車体の長さの10分の1の長さを超えて積むことはできません。
要するに、荷物の大きさは、長さも幅も自動車の大きさの 1.2 倍まで積むことができますが、その積み方は、車体の前後や幅からそれぞれ車体の長さや幅の10分の1の大きさをはみ出して積むことができないことにご注意ください。License Service YouTube 問題21。この標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識が表示する通行帯は右折ができない。この標識は車両通行帯のある道路の交差点で進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識が表示する通行帯は右折ができない。答えは誤りです。このイラストの標識は、交差点で矢印の方向以外へ進むことができないことを示す指定方向外進行禁止です。そして、問題文にある車両通行帯のある道路の交差点で進行する方向別の通行区分を示しているのは、こちらの進行方向別通行区分の標識ですので、標識の示す意味が違うので間違いです。その違いは、右折禁止を示す指定方向外進行禁止の標識のある交差点では、直進と左折はできますが、右折ができないことを示しています。それに対して、進行方向別通行区分の標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、車両通行帯ごとに進むことができる方向別の車両通行帯を示しています。例えば、この標識が表示されている車両通行帯は、直進と左折ができることを示し、右折をすることができませんが、この交差点が右折ができないことを示しているものではありません。他の通行帯では右折ができます。このように、指定方向外進行禁止の標識のある交差点では、特定の方向への通行ができないことに対して、進行方向別通行区分の標識は、車両通行帯ごとに交差点を進む方向別の通行区分を示している違いがあります。問題22。対面する信号機の信号は、赤色の灯火が点灯していたが、両腕を横に水平に上げている、警察官の身体の正面に並行する交通であったので、その交差点を直進した。対面する信号機の信号は赤色の灯火が点灯していたが、両腕を横に水平に上げている、警察官の身体の正面に並行する交通であったので、その交差点を直進した。答えは正しいです。両腕を横に水平に上げている警察官などの身体の正面に並行する交通は、青色の灯火の信号と同じ意味なので、車は進むことができます。そして警察官などは、危険の防止や交通の安全と円滑を図るために、信号機の信号と違う手信号などをすることがあります。このような場合に、警察官などが信号機の信号と違う手信号をしているときは、警察官などの手信号に従わなければなりません。問題23。トンネルの中で駐停車すると、交通の混雑や追突事故などの危険があるので、駐停車することはできないが、車両通行帯があるときに限り、駐停車することができる。トンネルの中で駐停車すると、交通の混雑や追突事故などの危険があるので、駐停車することはできないが、車両通行帯があるときに限り、駐停車することができる。答えは、誤りです。トンネルは、車両通行帯があってもなくても、駐車も停車もしてはいけません。トンネル内で駐車や停車をすると、交通の安全と円滑を妨げたり、追突事故の大きな原因になります。ただし、駐停車禁止場所として定められているところでも、法令の規定や危険を防止するため、一時停止する場合は例外として除かれます。例えば、トンネル内で交通事故が発生した場合に危険を避けるための一時停止や、渋滞が発生した場合に停止するような場合があります。また、間違えやすい法令として、追い越しを禁止する場所としてのトンネルがあります。トンネルは、追い越しを禁止する場所としても定められていますが、車両通行帯がある場合は追い越しをすることができますので、この例外の規定と間違えないようにしましょう。問題24。この標識は、一方通行の道路の出口などに設けられ、車はこの標識のある方向からは進むことができないことを示している。この標識は、一方通行の道路の出口などに設けられ、車はこの標識のある方向からは進むことができないことを示している。答えは、誤りです。一方通行の出口などに設けられ、標識の方向から進むことができないことを示している標識は、こちらの車両進入禁止です。
この標識は一方通行の出口を示しているので、標識のある方向から進入することはできませんが、反対方向からは通行できます。そしてこちらの標識は車両通行止めです。この標識のある道路は自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。車両進入禁止の標識との違いは、標識のある方向から通行できないだけでなく、反対方向からの通行もできません。この標識は、この先の道路が歩行者専用道路などに指定されている場合など、車の通行ができない場所にあります。問題25。高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道とは、通常高速走行する部分と、加速車線と減速車線も含まれる。高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道とは、通常高速走行する部分と、加速車線と減速車線も含まれる。答えは、誤りです。本線車道とは、高速自動車国道で通常高速走行する部分や、自動車専用道路のこれに相当する部分を言います。加速車線や減速車線は本線車道には含まれません。また、途半車線、路側帯、路肩も本線車道に含まれません。そして、本線車道というキーワードで、特に覚えておかなければならないことは、高速道路の最高速度です。一般道路の最高速度とは別に定められている、時速 100km や 80km の最高速度で運転できるのは、高速自動車国道の本線車道に適用されるものであって、自動車専用道路の最高速度は一般道路と同じですので間違えないようにしましょう。時速 100km などの最高速度で運転できるのは、高速自動車国道の本線車道だけ？加速車線で合流するときの最高速度は？以前は高速自動車国道の最高速度の設定は本線車道だけで、加速車線や減速車線は一般道路と同じでしたが、現在は法令改正により、加速車線や減速車線の最高速度も本線車道と同じ速度になっています。加速車線の最高速度については、学科のテキストにも明記されていないので、学習を進めるうちに疑問に感じている人のために付け加えさせていただきました。ご参考としてくださいね。問題26。カーブを走行するときは、自動車の慣性により遠心力が働き、速度が2倍になれば遠心力も2倍になり、カーブの半径が小さいほど遠心力は大きくなる。カーブを走行するときは、自動車の慣性により遠心力が働き、速度が2倍になれば遠心力も2倍になり、カーブの半径が小さいほど遠心力は大きくなる。答えは、誤りです。カーブや曲がり角でハンドルを切ると、慣性による遠心力が働きます。この遠心力は、速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が2倍になれば遠心力は4倍に、速度が3倍になれば遠心力は9倍になります。この速度の2乗に比例して大きくなる点が、特に注意しなければならない重要な要点ですのでご注意ください。また、車の重量が重くなればなるほど遠心力は大きくなり、カーブの半径も小さければ小さいほど遠心力は大きくなります。カーブや曲がり角ではこの遠心力の働きを考えて、車が横滑りなどを起こさないようにカーブの手前で十分速度を落とすことが大切です。問題27。普通自動車を運転中、運転者が危険を感じてブレーキをかけたときに、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を停止距離という。普通自動車を運転中、運転者が危険を感じてブレーキをかけたときに、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を停止距離という。答えは、誤りです。運転者が危険を感じてブレーキを踏んだとき、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に走る距離は制動距離と言います。そして停止距離とは、運転者が危険を感じてから完全に停止するまでの間に車が走る距離を言います。この停止距離は、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る空走距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る制動距離に分けられています。また、停止距離がさらに長くなる場合として、運転者が疲れている時などは、危険に気づいて判断するのに時間が長くかかるので、空走距離が長くなり、雨に濡れた道路を走る場合や、重い荷物を積んでいる時は、制動距離が長くなります。その結果、停止距離も長くなることを覚えておきましょう。問題28。普通仮免許を受けた人は、普
通自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転の練習や試験などを受けるためであれば、道路で運転することができる。普通仮免許を受けた人は、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転の練習や試験などを受けるためであれば、道路で運転することができる。答えは、誤りです。普通仮免許で運転の練習や試験などを受けるために道路で運転することができる車は、普通自動車だけです。たとえ運転の練習や試験などを受けるためであっても、小型特殊自動車や原動機付き自転車を運転することはできません。そもそも普通仮免許は、普通自動車の運転の練習や試験などを受けるための免許なので、小型特殊自動車や原動機付き自転車を自由に運転できる免許ではないことにご注意ください。しかし、普通自動車の本免許を取得すれば、小型特殊や原付も運転することができます。なお、仮免許で運転の練習をするときは、その自動車を運転することができる免許を3年以上受けている人や、教習指導員などを横に乗せて、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識をつけなければなりません。そして、仮免許で運転の練習をするときは、仮免許証の携帯を忘れないようにしましょう。また、仮免許には、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許の4種類があって、その他の自動車には仮免許の制度はありません。問題29。車は、路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行しなければならない。車は、路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行しなければならない。答えは、正しいです。車が路面電車を追い越そうとするときは、原則としてその左側を通行しなければなりません。この問題文にはレールが設けられている位置など、一定の条件などの正し書きが付け加えられていないので、路面電車を追い越す場合の法令の原則を求められている問題です。ただし、路面電車のレールの位置が道路の左端に設けられているときは、その右側を通行することができるので、問題文によっては法令の例外も含めて問われている問題なのか、法令の原則を問われている問題なのかを読み間違えないように回答しましょう。問題30。高速道路で故障したときは、十分な幅のある路側帯に車を止め、安全のために車内に残らず、車のすぐ後ろでレッカー車などを待つようにする。高速道路で故障したときは、十分な幅のある路側帯に車を止め、安全のために車内に残らず、車のすぐ後ろでレッカー車などを待つようにする。答えは、誤りです。高速道路で故障や燃料切れなどで運転することができなくなったときは、十分な幅のある路側帯などに車を止め、必要な危険防止措置を取った後は、ガードレールの外側などの安全な場所に避難します。高速道路上で運転することができなくなった車内に留まったり、車の後ろなど、高速道路上での待機は、後続車が衝突する恐れが大きく大変危険です。この問題は、高速道路で運転することができなくなったときに、必要な危険防止措置を取った後の避難の方法が問題のポイントです。License Service YouTube 問題31。乗車定員5人の普通乗用自動車は、運転者も含めて、大人3人と12歳未満の子供3人が乗車することができる。乗車定員5人の普通乗用自動車は、運転者も含めて、大人3人と12歳未満の子供3人が乗車することができる。答えは、正しいです。乗車定員が5人の自動車は、大人3人と12歳未満の子供3人が乗車することができます。乗車定員とは、その自動車に乗車できる人の総数で、12歳以上を大人としてその人数で表され、運転者も含まれます。子供が乗車する場合は、12歳未満の子供3人を大人2人として計算します。12歳未満の子供を含めた乗車定員の計算の仕方は次の通りです。例えば、乗車定員が5人の自動車に大人2人が乗車した場合、子供は何人乗れるか計算してみましょう。乗車定員の5人から、乗車した大人の数2人を引いて 1.5 をかけると、乗車できる子供の数は 4.5 人になります。小数点以下は切り捨てますので、乗車できる子供の数は4人になります。ちなみに12歳未満の未満は、その数字を含みませんので、12歳は大人として計算することにご注意ください。問題32。
自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしていたので、いつでも停止できる速度で自転車の直前を通過した。自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしていたので、いつでも停止できる速度で自転車の直前を通過した。答えは、誤りです。車は自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしているときや横断しているときは、自転車横断帯の手前で一時停止をして、自転車に道を譲らなければなりません。これは横断歩道に接近したときに、その横断歩道を歩行者が横断しようとしているときや横断しているときに、一時停止をして歩行者に道を譲らなければならない場合と同じです。そして、横断する自転車や歩行者がいるかいないか明らかでないときは、自転車横断帯や横断歩道の手前で、停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、横断する自転車や歩行者がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。横断歩道などに接近するときは、この3種類の運転の仕方を覚えておきましょう。問題33。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転することができる。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転することができる。答えは、正しいです。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転することができます。自動車などを運転しようとするときは、その自動車などの種類に応じた第一種免許を受けなければなりませんが、運転免許には上位免許と下位免許といわれる取り決めがあって、上位免許を受けた人は、その下位免許で運転することができる自動車なども運転することができます。そのため、大型二輪免許の下位免許は、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許なので、大型二輪免許を受けると大型自動二輪車のほか、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車も運転することができます。また、普通二輪免許の下位免許は、小型特殊免許と原付免許なので、普通二輪免許を受けると普通自動二輪車のほか、小型特殊自動車と原動機付き自転車も運転することができます。同じように、大型免許などの上位免許と下位免許の関係は、上位免許から下位免許へ順に、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許と原付免許になりますので、それぞれ受けた免許で運転できる自動車のほか、下位免許で運転することができる自動車なども運転することができます。例えば、大型免許を受けると大型自動車のほか、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車と原動機付き自転車を運転することができます。準中型免許では準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車と原動機付き自転車、普通免許では普通自動車、小型特殊自動車と原動機付き自転車を運転することができます。そして間違えやすいのが、大型特殊免許の下位免許は、小型特殊免許と原付免許だけですので、大型特殊免許では普通自動車や大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転することができないことにご注意ください。大型特殊免許で運転できる自動車などは、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車だけです。なお、小型特殊免許と原付免許には上位免許や下位免許の関係はありませんので、小型特殊免許を受けると小型特殊自動車を、原付免許を受けると原動機付き自転車だけをそれぞれ運転することができます。問題34。交差点やその付近を走行中、緊急自動車の接近に気づき、直ちに交差点内の左端によって一時停止した。交差点やその付近を走行中、緊急自動車の接近に気づき、直ちに交差点内の左端によって一時停止した。答えは、誤りです。車は、交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて、道路の左側によって一時停止しなければなりません。すでに交差点に入っている車は交差点を出て、交差点に入ろうとする車は、その手前で道路の左側によって一時停止します。もちろん交差点内で一時停止をしてはいけません。交差点を通行しようとする緊急自動車の進路を妨げる恐れがあるからです。そしてこの場合、一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の通行の妨げとなるようなときは、交差点を避けて、道路の右側によって一時停止します。
また、交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側によって進路を譲らなければなりません。そしてこの場合、一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、車が左側によると、かえって緊急自動車の通行の妨げとなるようなときは、道路の右側によります。なお、交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、一時停止の義務がないことにご注意ください。問題35。前の車を追い越そうとするとき、その前の車が右折などのため、右側に進路を変えようとしているときは、追い越しを始めてはいけない。前の車を追い越そうとするとき、その前の車が右折などのため、右側に進路を変えようとしているときは、追い越しを始めてはいけない。答えは、正しいです。車が他の車を追い越そうとするときは、追い越しの原則として前の車の右側を通行しなければなりません。問題文のように、前の車を追い越そうとするときは、前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているときは危険ですから追い越しを始めてはいけません。追い越しを禁止する場合の一つとして教則に記されています。ただし、前の車が交差点を右折するためや、道路の外へ出るために道路の中央などによって通行しているときは、追い越しの方法の特例として、前の車の左側を通行することが定められています。もちろん、右折などをしようとしている前の車の左側に、安全に通行するための間隔がない場合は、後ろで前の車の右折などを待ちましょう。また、このような場合に関連するその他の法令として、前の車が右折や左折するため進路を変えようとして合図をしたときは、その車の進路変更を妨げてはいけないことが定められています。しかし、前の車に接近していて、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は、そのまま通行することができます。そして、右折などをするため進路変更をしようとする車も、進路変更をすると、後ろから来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合には、進路変更をしてはいけません。最後に簡単にまとめます。前の車が右折などをするために右側に進路を変えようとしているときは、原則として追い越しを始めてはいけません。しかし、前の車の追い越しをすでに始めている場合は、前の車が右折などのため進路を変える合図をしたときでも、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないときは、そのまま追い越しをすることができます。また、前の車が右折するため、道路の中央によって通行しているときは、特例として前の車の左側を通行することができます。問題36。普通自動車で、車の総重量が 750kg 以下の車を牽引して運転する場合は、普通免許と牽引免許を受けなければならない。普通自動車で、車の総重量が 750kg 以下の車を牽引して運転する場合は、普通免許と牽引免許を受けなければならない。答えは、誤りです。車の総重量が 750kg 以下の車を牽引して運転するときは、牽引免許はいりません。牽引する自動車の種類に応じた免許を受けていれば運転することができます。問題文では、普通自動車で総重量 750kg 以下の車を牽引して運転する場合なので、普通免許を受けていれば運転することができます。牽引して運転する場合とは、牽引するための構造と装置のある自動車で、牽引されるための構造と装置のある車を連結して運転する場合を言います。そして、牽引する自動車を牽引車やトラクター、貨物車などの牽引される車を非牽引車やトレーラーと呼ばれることもあります。このような車は貨物を運搬することが多いですが、普通車でキャンピングトレーラーなどを連結して運転する場合も見かけますね。また、故障車などをロープやクレーンなどで引っ張って運転する場合も牽引して運転する場合になります。このように、牽引して運転する場合は、牽引するための知識と運転技術が必要なので牽引免許を受けなければなりません。牽引自動車である大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、車両総重量が 750kg を超える車を牽引して運転するときに、牽引する自動車の種類に応じた免許と牽引免許が必要です。例えば、大型自動車で車両総重量 750kg を超える車を牽引して運転するときは、大型免許と牽引免許が必要です。しかし、牽引して運転する場合でも次の場合は牽引免許はいりません。
車の総重量が 750kg 以下の車を牽引するときと、故障車をロープやクレーンで牽引するときです。このような場合は、牽引する自動車の種類に応じた免許があれば運転することができます。重量の軽い車を牽引して運転する場合は、牽引免許の必要対象外という考えであったり、ロープなどを使った故障車の牽引は、牽引免許で必要とされる知識や技術とは別のものかもしれませんね。そして、故障車などを牽引する方法は次のようにします。故障車などの車輪を上げないで、ロープなどで牽引する方法は、牽引する車と故障車などとの間は5メートル以内を保ちながら、丈夫なロープなどでつなぎ、そのロープなどの見やすい箇所に 0.3 メートル平方以上の白い布をつけます。故障車などには、その車を運転することができる免許を持っている人を乗せて、ハンドルやその他の装置を操作させなければなりません。また、牽引する車のクレーンなどで故障車などの前輪か後輪を吊り上げて牽引する方法もあります。この場合、後輪を上げて牽引する場合は、故障車のハンドルが動いてフラフラしないように、故障車のハンドルを固定しておきます。故障車などを牽引する場合は、原則として台数の制限と長さの制限を超えてはいけません。台数の制限は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で牽引して運転する場合は、2台まで。大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車で牽引して運転する場合は、1台までです。長さの制限は、牽引する車と故障車の間やそれぞれの車の間は5メートル以内、牽引する車の一番前から牽引される車の一番後ろまでの長さは25メートル以内です。問題37。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けるとタイヤの後ろに波の形が現れることで、この現象が起きるとタイヤが加熱してバーストする危険がある。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けるとタイヤの後ろに波の形が現れることで、この現象が起きるとタイヤが加熱してバーストする危険がある。答えは、誤りです。ハイドロプレーニング現象とは、水で覆われた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、その水の膜の上に車が浮かんでしまう現象を言います。この現象が発生すると、ハンドルやブレーキが全く効かなくなり大変危険です。ハイドロプレーニング現象は、雨の日にすり減ったタイヤで高速走行すると発生しやすくなるので、すり減ったタイヤを早めに交換したり、速度を控えて運転しましょう。そして、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れる現象は、スタンディングウェーブ現象と言います。この現象が続くと、やがてタイヤがバースト、破裂してしまうことがあるので、タイヤの空気圧を適正値であるかチェックしましょう。問題38。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルの戻しまたはシフトダウンによるエンジンブレーキの3種類ある。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルの戻しまたはシフトダウンによるエンジンブレーキの3種類ある。答えは、正しいです。二輪車のブレーキのかけ方には、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したり、シフトダウンによるエンジンブレーキの3種類あります。ここでスロットルの言葉の意味をご説明します。学科教習や学科の試験などに使われるスロットルの言葉の意味は、二輪車のエンジンの出力を変えるスロットルグリップのことで、四輪車のアクセルペダルと同じ働きをする装置です。アクセルグリップという言い方もあります。四輪車はアクセル、二輪車はスロットルという言葉を使われることがあります。スロットルグリップの操作は、このグリップをひねると出力を変えることができます。そして二輪車のブレーキ操作は、一般に前輪ブレーキは右手のレバーで行い、後輪ブレーキは MT 車は右足のペダル、AT 車は左手のレバーで行います。ブレーキをかける時の注意点は、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態でエンジンブレーキを効かせながら前後輪ブレーキを同時にかけます。乾燥した路面でブレーキをかけるときは、後輪ブレーキより前輪ブレーキをやや強くかけ、雨天時など路面が滑りやすいときは、後輪ブレーキをやや強くかけるようにしましょう。問題39。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、
停止する時間に関係なく、すべて駐車になる。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、停止する時間に関係なく、すべて駐車になる。答えは、誤りです。車が荷物を積み下ろしするために停止する場合は、その停止する時間によって、駐車になる場合と停車になる場合があります。積み下ろしのために5分を超える停止は駐車になり、5分以内の停止は停車になります。例えば、荷物を積み下ろしするために5分間停止した場合は、形式的ですが法令上の解釈は、5分以内なので停車になります。その他、駐車は車が継続的に停止したり、運転者が車から離れていてすぐに運転できないような停止で、例えば客待ちや荷待ちによる停止や故障などによる停止です。また、停車は駐車にならない車の停止で、人の乗り降りのための停止や運転者がすぐに運転できるような短時間の停止などがあります。問題40。最高速度の標識などがない高速自動車国道では、総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は時速 80km である。最高速度の標識などがない高速自動車国道では総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は時速 80km である。答えは誤りです。標識や表示で最高速度の規制が行われていない高速自動車国道の本線車道では、総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は時速 100km です。ただし、三輪車と牽引車は除きます。過去の法令改正で、総排気量 660cc 以下の普通自動車と大型自動二輪車や普通自動二輪車も最高速度が時速 100km に引き上げられたので、その影響からまだこのような問題も残っているかもしれません。現在、普通自動車は、総排気量や乗用自動車と貨物自動車に関係なく、三輪車と牽引車以外はすべて時速 100km です。License Service YouTube。問題41。大型二輪免許を受けていた期間が3年未満でも、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上で、20歳以上の人であれば、大型自動二輪車で高速道路を2人乗り運転ができる。大型二輪免許を受けていた期間が3年未満でも、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上で、20歳以上の人であれば、大型自動二輪車で高速道路を2人乗り運転ができる。答えは、正しいです。高速道路で自動二輪車の2人乗り運転ができる人は、20歳以上で、大型二輪免許か普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の人です。例えば、大型二輪免許を受けていた期間が3年以上で、20歳以上の人は、大型自動二輪車や普通自動二輪車で2人乗りができます。また、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上で、20歳以上の人は、普通自動二輪車で2人乗りができます。そして、大型二輪免許を受けていた期間が3年未満の人でも、20歳以上で、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上あれば、大型自動二輪車でも普通自動二輪車でも2人乗り運転ができます。つまり、二輪免許を受けていた期間の条件については、大型二輪免許か普通二輪免許のどちらの免許でも3年以上あれば、2人乗り運転ができます。問題42。雨天の左カーブで後輪が右に横滑りを始めたときは、後輪が滑る反対方向の左にハンドルを切り、車の向きを立て直すと良い。雨天の左カーブで後輪が右に横滑りを始めたときは、後輪が滑る反対方向の左にハンドルを切り、車の向きを立て直すと良い。答えは、誤りです。雨天など滑りやすい路面で後輪が横滑りを始めた時の対処の仕方は、慌ててブレーキをかけてはいけません。まずアクセルを緩め、同時にハンドルで車の向きを立て直すようにします。この場合、後輪が右に横滑りを始めた時は、車は左に向くので、ハンドルを右に切って車の向きを立て直します。つまり、後輪が滑り始めた方向と同じ方向にハンドルを切るようにして車の向きを立て直します。後輪の横滑りは、スピードの出しすぎや、急ハンドル、急加速が原因で起きることがありますので、滑りやすい路面では特に速度を控えて慎重な運転をしましょう。問題43。優先道路を通行するときは、交差道路を通行する車が必ず停止したり徐行するので、交差点で速度を落としたり、注意したりする必要はない。優先道路を通行するときは、
交差道路を通行する車が必ず停止したり徐行するので、交差点で速度を落としたり、注意したりする必要はない。答えは、誤りです。優先道路に入ろうとするすべての車などが、必ずしも徐行したり一時停止して交差点に入るとは限りません。優先関係の判断を誤ったり、交差点を見落とすこともあるかもしれません。また、交通規則を十分理解していない歩行者などが通行していることもあります。そのため、車を運転して交差点に入ろうとするときは、たとえ優先道路などを通行している場合であっても、また、交通整理が行われていてもいなくても、交差道路を通行する車などや、その付近を通行する歩行者などに特に注意して、できる限り安全な速度と方法で注意して進まなければなりません。問題44。車両横断禁止の標識のある道路を通行しているときでも、交差点を右折することはできる。車両横断禁止の標識のある道路を通行しているときでも、交差点を右折することはできる。答えは、正しいです。車両横断禁止の標識のある道路でも、交差点を右折することはできます。車両横断禁止の標識の意味は、道路の右側にある施設や場所へ道路を横断して入ることを禁止するものです。例えば、この標識のある道路では、右側にあるガソリンスタンドやコンビニ店に入りたいと思っても、道路を横断して入ることはできません。もちろん、右側に自宅の車庫がある場合でも、横断して入ることはできません。ただし、道路の左側に面した施設や場所に入ることはできます。この標識と間違えやすいのが、右折禁止の標識です。この標識のある交差点では、右折をすることができません。しかし、交差点ではない道路の右側にある施設や場所へ横断して入ることができます。車両横断禁止の標識は、交差点以外の道路で、道路の右側に面した場所への横断が禁止され、右折禁止の標識は、交差点での右折が禁止されます。問題45。児童や園児の乗り降りのために停止している通学・通園バスのそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければならない。児童や園児の乗り降りのために停止している通学・通園バスのそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければならない。答えは、誤りです。問題文にある、停止している通学通園バスのそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければならないという文章の意味は、原則として安全な間隔を空けて通行しなければなりません。そしてこの場合、徐行しないで通行することができますが、安全な間隔を空けることができないときは、徐行しなければならないという運転の方法を表しています。しかし、児童や園児が乗り降りするために止まっている通学通園バスのそばを通るときは、たとえ十分な速報間隔があっても、徐行して通行しなければならないので、この問題の回答は間違いです。児童や園児が車などの影や道路の反対側からバスの方に飛び出してくるかもしれないので、その速報間隔に関係なく、徐行して安全を確かめて通行することが定められています。またこの場合、その通学通園バスの後方から追いついた車だけでなく、反対方向から進んできて、その速報を通過する場合も徐行しなければなりません。問題46。荷物は荷台や座席に積むことができるが、人は必ず座席に乗車させなければならず、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することは危険なので、絶対にできない。荷物は荷台や座席に積むことができるが、人は必ず座席に乗車させなければならず、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することは危険なので、絶対にできない。答えは、誤りです。車に人を乗せたり荷物を積んだりする方法は、原則として人は座席に乗車させ、荷物は荷台や座席に積まなければなりません。しかし、貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物が転落したり荷崩れを起こさないように、その見張りのために必要な最小限度の人を荷台に乗せることができます。この場合は出発地の警察署長の許可を受ける必要はありません。ただし、荷物を下ろした後は荷台に人を乗せることはできません。また、その他の理由であっても、出発地の警察署長の許可を受けることができたときは、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することができます。問題47。免許の停止や仮停止処分を受けた期間は、取り消し処分を受けたわけではなく、無免許運転にならないので運転することができる。
免許の停止や仮停止処分を受けた期間は、取り消し処分を受けたわけではなく、無免許運転にならないので運転することができる。答えは、誤りです。免許の停止や仮停止処分を受けた期間は、取得した運転免許の効力が停止されている状態です。つまり、その免許では、自動車や原動機付き自転車を運転することができない期間ですので、その期間内に運転をすれば無免許運転になります。免許の停止とは、交通違反をしたり交通事故を起こし、一定の基準に達したときに、一時的に一定期間の間、免許の効力が停止される処分で、道路交通の場から危険性の高い運転者を排除しようとするものです。そして仮停止とは、悪質な重大事故を起こした場合に、免許の取り消し処分や停止処分の確定を待たずに、その事故を起こした日から免許の効力が停止される処分です。問題48。信号機は、前方向が一時的に赤信号になるので、対面する信号が赤色に変わったとき、安全に停止することができないときは、そのまま進むことができる。信号機は、前方向が一時的に赤信号になるので、対面する信号が赤色に変わったとき、安全に停止することができないときは、そのまま進むことができる。答えは、誤りです。赤色の信号の意味は、車は停止位置を超えて進んではいけないことを表しているので、対面する信号機の信号が赤色に変わったときは、当然進むことはできません。しかし、対面する信号が黄色に変わったとき、停止位置に近づいていて、急ブレーキになったり停止位置を超えるなど、安全に停止することができないときはそのまま進むことができます。そして、信号は青色から黄色、黄色から赤色の順序で変わるので、交差点に近づいた時に黄色に変わった場合は、安全に停止できるかできないかの判断をして、赤色に変わった時は判断に迷わず停止しなければなりません。なお、全方向の信号が一時的に赤色になるのは、信号の変わり目で右折などをしようとして交差点内に留まっていた車と、信号が青色に変わって進もうとする車との衝突事故を防ぐために、先に交差点内の車が安全に進むことができるようにしたもので、赤信号に変わった時に、安全に進めるか進めないかの判断をするためではありません。問題49。交差する道路が優先道路であるときや、その幅が広いときは徐行しなければならないが、左右の見通しが良く、通行する車がなかったので、そのままの速度で通行した。交差する道路が優先道路であるときや、その幅が広いときは徐行しなければならないが、左右の見通しが良く、通行する車がなかったので、そのままの速度で通行した。答えは、誤りです。交差する道路が優先道路であるときや、交差する道路の道幅が広いときは、徐行して、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはいけません。これは、交差道路が優先道路や道幅の広い場合は、その交差点の見通しの良い悪いや交差道路を通行する車のあるなしに関係なく、徐行して交差道路に入らなければならないことを定めるものです。そして、当然、交差道路を通行する車などが接近してきたり、通行している車などがある場合は、一時停止をしてその通行を待たなければならない場合もあります。問題50。トンネルの入り口付近など、急に暗いところに入ると、最初は見えにくいがやがて見えるようになる。これを暗順応という。トンネルの入り口付近など、急に暗いところに入ると、最初は見えにくいがやがて見えるようになる。これを暗順応という。答えは、正しいです。トンネルの入り口付近など、明るいところから急に暗いところへ入ると、最初は暗くて見えにくいですが、しばらくすると目が慣れて少しずつ見えるようになります。これを暗順応と言います。反対に、トンネルの出口付近など、暗いところから急に明るいところへ出ると、最初は眩しくてよく見えませんが、やがて少しずつ見えるようになります。これを明順応と言います。このように、トンネルの入り口や出口付近では視力が一時的に悪くなりますので、速度を落として慎重に走りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。学科試験や技能試験など、わからないことやご相談などございましたら、コメントをいただければ嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。